In Japan, restaurants, and to be clear, I mean a ton of restaurants, use plastic food displays to entice customers. And in Guizhou province, there's a small factory that's responsible for more than half of all the plastic sushi, crab, omelets, duck, ramen, beef. Oh my god, that's all plastic? This is Satoi Kabuki. I am the production and management of this. This factory has about 30 full-time artists because all these plastic foods are made by hand. 機械ですとどうしてもおもちゃ的なものになってしまいますので、やっぱり手作りというかそういうものの方がリアルにできますので、やっぱり機械では無理だと思います。私の名前は石上隆博です。Takahiro is an artist here. 年数という働いているのは36年ぐらい働いております。やっぱりそのものによって食品というのは何万種類ってありますので、長年の歴史の中にありまして、それが主流、今の日本の文化となり主流となっております。 This trend of plastic food in Japan has been around since the 1930s but blew up in the 50s and it is everywhere. However, this food, it doesn't come cheap. 小さいものでしたら300円ぐらいですけども、大きいもの、例えば、カニとか大きいものになっちゃうと、5万円、10万円という値段になってしまいます。 It takes years of training to master this art. 最低でも 2,3 年の、修行がないといいものは作れないふうに思っております。 Quick example. A bowl of ramen might take 3 hours to make, while a fish, many, many more. こだわりも必要になるんですけど、それの作り方というかそういうものを見ていますと、結構やっぱりどういうふうに作ったらいいのかと、そういういろいろちょっと考えますので、やっぱりそういうものの魅力ですね、いかに本物に近づけるかということでいろいろと考えております。やっぱり本物を作るのには本物の材料もいりますけど、作っているのを見ればそれが分かると思います。私の名前は佐々木豊です。この道に入ったのは18からです。それからですから約45年フグだけを専門に勉強して今日にあります。本物の味を作るのには最低10年は必要だと私は思います。メスにもオスにも毒はあるんですが、でもオスにもメスにも血がありますから、血と一緒に混ざってる無色透明のテトロドトキシンっていうのはいけないわけなんです。フグを食べるっていうのは贅沢、食べたことのない人もたくさんいると思います。だからやっぱり一度はフグを食べてみたいっていうのは気持ちだと思います。魔界の味説明しようがないんですけど、やっぱり美味しいこの上もない、口に入れて、優しさがあるし、油がなく、フグの場合には総合芸術で器も素晴らしいものを使えばそれだけ、際立つし、ただ作ればいいっていうのと作業と仕事の違いで本当に人の命を預かって料理するものですけど、絶対に安全なものです。作っているのを見ればそれが分かると思います。これが鰹節です。鰹からできてます。鰹節っていうのはね、世界で一番硬い食品っていうふうに言われてますね。でこのぐらい硬くなります。
私は鈴木隆です。カツ節の製造を行っております。私はカツオ節の製造を30年間行ってます。カツオ節っていうのは日本食の一番元になるもの、ベースになるものじゃないんですかね。カツ節を削って、これがいわゆる削り節と言われる。カツオ節はね、昔はその多かったのは、ご飯の上にそのままかけて食べる、冷ややっこにかける、いわゆるトッピングで使われてましたけども、梅雨の素で使われたり、あとはお味噌汁にこう入れたりですね、お蕎麦とかうどんとかに多く使われてます。かつお節の生産しているところは静岡県、鹿児島県で大体もう9割以上です。ですけど全国どこに行ってもかつお節はあります。この工場は株式会社山市と言います。この工場ではかつ節の製造は月に大体70トンから75トンぐらい切ります。で、年間900トンぐらいの原料処理を行います。1本のかつお節を作るのにですね、長くて半年生切りでおろしまして、煮て、それから熱を加えて乾燥させるわけですね。で、乾燥させた後にですね、カビ菌をかつ節に噴霧して、で、大体4ヶ月ぐらいカビをつけて、それでかつ節が出来上がります。かつ節の職人っていうのは年々減ってると思いますね。で、それはなぜかというと、やっぱり機械化されてるもんですから、今正直言ってそのまな板も包丁もいらない時代になってるもんですから、我々みたいにああいう形で包丁で生を切るっていうのはどんどん減ってます。やはり日本食の伝統のベースになるものを我々が担ってるというような気持ちがあります。これを頑張ってですね、続けていこうかなというふうには非常に思ってます。中谷光雄、株式会社中谷堂、23年やっております。伝統的な文化でもあってですね、おめでたい時にはもうお餅は本当につきもんなんですよね。おいしい。おいしいお餅はですね、柔らかくてよく伸びる、引っ張ったらよく伸びる、もち米っていう米があってですね、このもち米で作るのがお餅なんです。2分ぐらいでしっかりと早くつきます。これでお餅ができます。上北山村全部じゃないんですけど、一部の地域はですね、早くお餅をつくんですよ。お餅つき、いろんなお餅つきありますけども、一般的には最初から一人がついて一人がこねる、練習、これがお餅つきの練習っていう練習はないですね。1秒につき3回ついてるっていうことだったんです。これは手返しのコツっていうのは、これはタイミングしかないんです。タイミングを取るためにですね、やはり声をかけながらやります。一言なんです。もう真剣勝負ですから。お餅つきはですね、そうですね、誰でもできます。やる気さえあれば誰でもできます。命がけでお餅をついておりますので、おいしいものを食べた時の顔って、こう人間独特の顔があると思うんですが、もうそのお顔を見させていただける、これが一番幸せですね。
So these are jellied eels. Eels in jelly. Jellied eels. And these are eels with no jelly. Like loads of eels. Drawers of eels. Hold on to your seats. This might get a bit weird. So, we got this giant jiggly bowl of jellied eels from this guy. My name is John Chilvers. I work for Mixed Eel Supply in Billingsgate Fish Market. We supply live eels to the catering trade, public. I've been selling eels for 33 years since I left school. Right, we've got some lovely eels here. These are all farmed in Holland. They're like the Rolls Royce of the jellied eels. They're very, very slippery, like some of our customers. Back in the 18th century, London's River Thames was crawling with these eels. Nowadays, John is one of the last few eel suppliers in London. So John, why were they so popular? Yeah, you need to speak to one of the older fishmongers for that. Oh, okay then. I'm 72 years old and I eat eels every day. Perfect. So Frank of Bradley's Fish Supply, what made them so popular back then? So those days, it was no-brainer. Everybody ate jellied eels. It was an easy source to get, very simple. You put a hook out and they catch themselves. Eels are really edible and they were full of goodness. The people didn't realise it then, but they were eating a real good product. And we didn't have Indian, Chinese, takeaway, kebabs, everything else. So it was a source of food. So how do you make them? Quite easy to prepare. You head off, guts out, chop them in pieces, then we cook them. The process of cooking is more of an art. You need them to be very soft. But if you go past being soft, all you've got is mash. Thanks, Frank. So, pie shop owner Kane, what do they go well with? Jellied eels and stewed eels are very traditional with pie mash and liquor in the East End of London. So, you know, it's not for everybody. The world's changing a little bit. You do either like them or hate them. Probably in the old days, we would go through maybe 50 or 60 bowls of eels a week. Probably now we might do 10 or 12. So if you think about food around the world, you think about Paris and their baguettes, New York, you think about the pizzas, the New York cheesecakes, that's what they're synonymous for. London, the traditional food in London is pie mash and eels. That is our staple diet. And the taste? It's like eating basically a chunky white fish. It must be love. It must be love. It must be love.